チのピンチの連続そんな時ウルトラマンが欲しい自分のパワーを信じて飛び込めばきっと掴めるんだ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ガイアを援護しますか今は手を出すなこれは巨人同士の戦いだ我々の行動はこの決着がついた時に決定するどちらが勝つんでしょうコマンダーアルケミスターズのダニエル議長が更新を求めていますうん繋いでくれコマンダー星が歪んで見えるほど空間の位相がねじれていますこれは遥か彼方のどこかの宇宙とこの地球とがつながろうとしていることから引き起こされた現象だったのですどういうことだコップやバーサイトはワームホールの出口を外気圏に作り何者かが送り込んできましたしかし今起ころうとしているのはそんな規模ではありません直接巨大な穴でつながってしまうのですつまりそれは根源的破滅将来体そのものが来るということなのかわかりません今我々の光量子コンピュータクイシスで解析しているところですおかしいのは今までと違ってすぐにワームホールが開かないというところなんですがなぜだなぜこんな時に巨人同士が戦っているこの時にコマンダこれで決着がつくワームホールは開かないもし何かを待っているのだとしたらそういうことだったのかそうだったのかファイター各機即刻退避ヒスキャリー離脱了解強くなったんだな、ガンダム。僕が強いんじゃない。やっと分かったんだ。僕は地球の力を借りているんだ。君だってそうなんだ。どうぞ。地球は慈悲深い母などではない。こんな破壊的な力を俺に授けてくれたんだ。俺が必要としているのは、地球が願っていることだ。それをガンダム。お前は藤見が力を俺に
力を。藤宮くん、話して。これ以上踏み込まない方がいい。何言ってるの。ただの人間が踏み込める場所じゃないんだ、ここは。人間だよ。人間だからこんなことになっちゃったし、人間だからあんなに傷ついて。ガム、大丈夫か。ごまんだ。無理するな。石室だ。藤宮博也を発見しました。ひどい怪我をしています。そちらには誰か。いや。では藤宮をジオベースのメディカルセンターへ連れて行きます。頼む。コマンダーは僕のこと。目立ってたら居場所バレバレだよ。半年。仕事しよう。俺たちの仕事。レイコさん。仕事仕事。ワンゾーン 400% 拡大。総集局件数189。何が来るのよ。高エネルギーミサイルは間に合わないだと。各国とも規制の怪獣を封じる地中貫通爆弾に高エネルギーを集中させてしまっています。人工衛星の防御システムを各国の連携で集中させるしかないか。コマンダー。はい。憎しみとか怒りとかそんな思いのままでウルトラマンが戦っちゃいけない。そんなこと分かってたはずなのに、どうしてウルトラマン同士が戦うなんてことに。それを望んだ者がいた。二人の巨人が激突した時に生じた膨大なエネルギー、それを待ち望んでいた存在がどっかにいた。まさか。もうすぐそれが空に降りてくる。早く傷を治せ。コマンダー、傷が治ったら戻ってこい。状況は。機動衛星の防御システムで食い止めるしか方法はない。防衛力としては弱いですね。え？何ですって？どうした？衛星防御システムがハングアップしたそうです。何だって？どういうことだ？クリシスがいきなり暴走して衛星制御回路を遮断してしまったのです。今仲間が必死にネットワークからクリシスを遮断する試みをしています。光量子コンピューターが。なぜだ？なぜこんなに一度にことが起きる。偶然ではないのかもしれません。え、我々はやれることをやるまでです。
ガム。ワームゾーンの向こうがどうなっているのか探ろうとしたクリシスは暴走した。ではどういう敵が現れるかすらもわからないわけですね。どんな敵かわからなければ戦術も立てられない。おじ気づいたか。よせ林、規模からすると通常の火器装備では効果はないかもしれないですね。チーフ、差し出がましいようですが3チームのパラレル編成ではなく我々ファルコンを先行させてください。ワームゾーンの中へ突っ込むつもりなら あいつならどう考えるか。ガムですか。あの子なら直感を信じるわ。うん、そうだね。なんでクリスが応答しない。このパルスパターン、クリスがあいつをこうしてる。これまで戦ってきた相手はいずれも常識を超えた存在だった。今降りてこようとするものは何であれ我々が後に引くわけにはいかん。ファルコンが先行、ワンツーツーフォーメーションでワームゾーンを攻撃警戒。了解。ファイターチームズ、ゲットグローリー。米田リーダー。なんだ。自分には分かりません。なぜいつも命と引き換えみたいなミッションばかり。そう命を安売りしてるつもりはない。でも長く飛んでるとな、いろいろいらないことまで考えるんだ。ケン、行くよ。まだ決着はついていない。まだ分かんないの。何が。あいつは僕たちのパワーを使ってここまでやってきたんだ。何だって。僕たちが戦うのあいつはずっと待ってたんだ。今君が設計した光量子コンピューターが暴走している。クリシスが暴走。そんなバカな。ありえない。この光のパルスはあいつとシンクロしてるんだ。どういうことだ。クリシスがなぜ破滅症雷帯とシンクロ。多分システムの一番奥深いところに何かが紛れていたんだ。君のせいじゃない。試しに削除してみたんだ。何を。人類、
のままじゃ地球も人類も本当に滅びる。じゃあ俺の得た結論は、根源的な破滅をもたらす者の意志に書き換えられていたんだ。まだ頭部が出ているだけか。なんてでかい。攻撃開始。了解。チームファルコン突っ込むぞ。ファルコン2了解。ファルコン3了解。何のためにウルトラマンになったんだ。地球の意志じゃなかったのか。分かんない。分かんないけど、引くしかないじゃないか。戦うしかないじゃないか。大事なものを守るために。いくらウルトラマンの力を借りても、その体でどれだけ戦える。各ファイターチーム一斉攻撃。あんなでかい奴にいくら撃っても無駄だ。アグルの力を一緒にしろ。少しはマシに戦える。不死身。信じていたものに、大事なものに裏切られた気持ちがお前にはわかるか。俺にはもう守るものなんて何もない。ガリを取れ。ガム。大事なものなんていくらでもあるじゃないか。あの螺旋の渦に軌道を沿わせれば。チーフ。よし。各ファイターチーム螺旋状にワームゾーンに入り、全ミサイルをワームゾーン内部に撃ち込め。開けたドア閉めないとな。ファルコン了解。了解。クロウ。了解。北田、小川ら、遅れて恥かかすんじゃないぞ。了解。
の力をもらったんだ。このまま終わるか。ガイアが、ガイアが変わる。柴さんも、ああ高山君も本館に戻します。よろしいですか。ああそうだな、もちろんだよ。ガム、お許しが出たぞ。生きてるよね、フジミア。いつか一緒に戦える日が来ると僕は信じてる。スプリームバージョンの力を得たウルトラマンガイア、それはガムにとって自分との戦いの始まりだった。次回ウルトラマンガイア、新たなる戦い、バージョンアップファイト。